縦が横にできてるかな、この映ってるやつあるじゃないですか、はいはいはい、それがここでできてるアツユシアツユシアツユシ OK The body そういう使い方をしていただくことによってね、チーム全体として育つのが
まだあの、ね、ここに来ていただいてる、デザインしていただいてる方々の成長もできるのかな。ただ単に、ね、あの1日いくらで雇ってきて、その分の仕事をしてくれて、はい、さよならっていうのは、そんな寂しいことはなくてね、みんなで成長し合えるような、そういう感じにしたいので、僕もなんとか、ビリから追い上げようと考える自分と、追い上げるがゆえに、接触して車をぶつけたら、その順位で車をぶつける意味があるのかというふうにね、葛藤しながら、その肌まで両方のいいとこ取りをできるように、なんとか頑張りたいと。お願いします。最後かっていうことを考えながらやっていただいて、よろしくお願いします。お願いします。これ風強くなるかもしれないね。見てた。どうぞ、一緒にね、バーチャルソードを見せていただきたいと思います。
田中さん、交差点そこですよね。そこです。ごめんなさい。いつもだったら大島さんは言いたいんですけれども、ブリーフィング資料の話です。ご協力お願いします。また小さな小型お風呂が発見されます。僕が言うと不安定です。ママちゃんにリパドリプロドじゃなくて、2ゲート2ゲート2ゲートのトイレ行ってもらおう。はい、あ、来た。あれ、オリドさんかな。あ、OK。あ、行って行って行って。本当？あ、全然。Thank you.
お疲れ様でした。
はい。でも後ろの方やから見えない中でブレーキ踏む位置がもう人によって全然違うから。ありがとうございました。最初から最後、最後もみんな買ってきてたけど、ABS は本当に風のせいで、ABS が買ってなかったら、いいやね。これじゃないですけど、日々の努力です。14日間はもう先週ラリーでも勝ったというふうに小倉さんが先ほどおっしゃってましたけど、ね、はい、それらも含めて体力ですよね。努力ですよね。ありがとうございます。お疲れ様です。行きましょうか。サロンもいろいろみんなでまたできるようになるように
今いろいろ計画中で、コロナ明けたらパッとやりますから。オッケー、良かったじゃないですか。差し入れもありがとうございます。はい、どうぞ。ありがとうございます。帰ります。皆さん風邪ひかないよ。足は上から来てるのに、あのペダルは垂直に出てるんで、うん、じゃあこれはテレマンさんのシミュレーターショップにも導入されるということですかね。僕が使って、はい、ここ比べて順位つけました。5位は、シムワークスウェブイタリーメガカップ1。この辺に関しては多分とにかくアイレシング速く走りたい、リーズブラックに行きたいよっていうことは、あとはシムワークス